日本九州地方福岡県福岡市沢楽高取、高取は福岡県福岡市沢楽の町名。現行行政地名は高取1丁目及び高取2丁目。面積は26.67ヘクタール。2021年3月末現在の人口は6495人。郵便番号は814-0011。福岡市の都心部とされる。 中央区天神の西方、沢楽の北部に位置する。北西で百道と、北東で西陣と、東で蘇原と、南で正代と、西で藤崎と隣接する。都市計画に関しては、高取の北部は、福岡市都市計画マスタープランにおける、西部広域拠点の一部を構成している。用途地域は、北側の明治通りと高鳥225号線及び、 西陣1号線とに挟まれた区域並びに高百225号線及び西陣1号線から30メートルの範囲は商業地域、これ以外の範囲は第一種住居地域に指定されている。高取の地名は福岡藩の時代に御用用であった高取焼の窯元にちなんでいる。語源としてはこう、崖で原義は切り取られたような地形の山を言うとされる。 高取一丁目と二丁目を合わせた人口の推移を福岡市の住民基本台帳に基づき示す。集計時点は各年9月末現在である。鉄道については福岡市交通局が運営する地下鉄が通っており、藤崎と桃路にまたがる次の駅が最も近い。なお、高取の東側のうち一部の地域では次の駅の方が近い。バスについては、 西日本鉄道株式会社が運営する西鉄バスが運行しており、次の停留所等がある。主な幹線道路は次の通り。町内に学校は存在しないが、校区については、小学校区、中学校区についてそれぞれ次の学校の校区に属する。紅葉八幡宮いさけ住宅。ありがとうございます。